原子力機関車とは、鉄道の列車牽引を行う機関車の動力に、原子炉を利用する、鉄道車両である。船舶、航空機など様々な交通機関で、原子力推進が研究されていた1950年代に、着手されたもので、アメリカ合衆国や西ドイツ、ソ連、日本などで検討され、設計段階まで研究されたものもあったが、経済性や安全性など、 初版の問題で実際に製作されたものはない。1950年代頃、鉄道の動力といえば蒸気機関による蒸気機関車、内燃機関によるディーゼル機関車、電力による電気機関車などがあった。そのうち全2社は燃料の補給に難があり、エネルギー効率も良いものではなかった。後者は電化のために、河川や発電所、 変電,電所などの送電システムに莫大な初期投資が必要であるなどの弱点があった。そのため、燃料補給も長期間必要とせず、地上設備に投資しなくても良い方法として、原子力機関の導入が検討された。しかし、原子炉から発生する放射能の遮蔽剤が多く、必要になるため超大型機関車になることなど、 経済性や安全性の問題のため、設計段階から先には進まなかった。アメリカ原子力委員会は、ユタ大学の研究チームに原子力機関車の研究を行わせ、そこで1954年設計されたのが、X、X-12 だった。X-12 に搭載される原子炉は、中央 100cm。 高さ3 0トルで硫酸ウラニル水溶液を炉心に入れた出力3万キロワットタイプであった。この原子炉の発生熱で水蒸気を発生させ、その水蒸気で発電機を回して電力を生み出し主電動機を回して機関車を駆動させようというものであった。現在実用化されている電気式ディーゼル機関車の原子力版というものであった。 しかし、原子炉から発生する、放射線から周囲を防御する、必要性があるため、原子炉の防御壁を必要とした。そのため、X-12 は220トンの遮蔽体を必要とし、全長49メートル、自長360トン、軸配置 CCCC-2 と、世界史上最大級の鉄道用機関車となる設計であった。 X-12 は 7000HP の牽引力があり、5000トンの貨物列車を牽引して、時速100キロメートルに加速するまで3分32秒しか必要とせず、核燃料5キログラムで1年間無補給で稼働できるとされるなど、いずれも桁違いの能力があった。しかし製造されることはなかった。補足路芯は、差し渡し3フィート、厚さ1フィートの六角形である。 中には、ウラン235約20ポンドに相当する、硫酸ウラミル溶液が64ガロンが入っている。制御棒を引き抜くと、臨界状態になり、核分裂の連鎖反応が始まる。周囲は、ウォータージャケットで包んであり、さらに中には鉛筆くらいの細いステンレス製の、配管が1万本通っている。 ウォータージャケットと配管の中の純水を核分裂の熱で加熱して蒸気を発生させ、この蒸気でタービンを回して発電する。その後蒸気はコンデンサーで冷却水で冷やされて水になり循環再使用される。高温になった冷却水は後部にある巨大なラジエーターで冷やされる。ラジエーター部分の屋根には冷却ファンをたくさん並べてある。 運転時には強い放射線と高温のため燃料溶液の水は酸素と水素に分解してどんどん減ってしまうので酸素と水素を再生室に導き触媒の作用で水に戻しリアクターに返す。このようにして燃料溶液の量は一定に保たれる。リアクターはガンマ線を遮る後半と中性子線を遮る水またはパラフィン。 またはプラスチックを交互に重ねた多層のシールドで覆ってある。リアクターの制御棒は水平に対して60度の角度に取り付けてあり、取り付け部は先ンピンで固定してある。どちらの方向からでも重力の加速度 G の5分の1以上の衝撃が加わると先ンピンが切れて制御棒がリアクターの中に落ち込み連鎖反応を停止させる。 X-12 の計画はかなり具体的なところまで煮詰められ、54ページの論文にまとめられて公表された。運行コストは適当な条件下ではディーゼルと十分競争できるとされていた。この時点では2年以内に実現できると見込まれていた。サザン鉄道の技師長 BC ガンネルは1955年タービン式原子力機関車の計画を発表した。 軍用に用途を限定して設計したもので、固体燃料を使用した出力 15000HP の原子炉を搭載し、原子炉で加熱した圧縮空気でタービンを駆動して、発電機を回し、主電動機で機関車を駆動させようというものであった。遮兵隊の重量は38トン、全長20メートル、自長174トン、軸配置 C シート。 他の計画案に比べると小型で 3000HP の出力を発揮する予定だった。ドイツ連邦鉄道により、近質燃料を使用したガス冷却炉を搭載した原子力機関車が1955年計画された。全長36メートル、時長175トン、軸配置ぼボぼボぼボぼ、6000HP の出力を発揮する予定だった。日本は、 第二次世界大戦敗北後、いかなる核研究と開発も禁止されていたが、1954年に平和利用については解禁された。国鉄鉄道技術研究所は諸外国で原子力機関車が検討されている数制や政府による原子力利用の動きなどから、とりあえず技術的可能性を検討するため、調査目的として、 計画案として練られたのがー1 0 0型原子力機関車であった。ー1 0 0型は当時国鉄が開発したエジュー系電気機関車に相当する3 0 0 0 h p の在来専用貨物機関車で全長29.8メートル、自長179トン、軸配置1ボボボボマイナス1とエジュー型よりもはるかに巨体であった。これは自長1.9トンの原子炉に対し、 遮兵隊だけで109トンを必要としたためである。原子炉は濃縮ウラニウムを用いる熱中性庫菌質型で熱出力1万5 6 0 0ットのもので原子炉から熱交換器で送られた熱で加熱した圧縮空気でタービンを駆動して発電機を回し主電動機で機関車を駆動させようというものであった。なお原則材にはベリリウム。 電熱媒体に液体リチウム、遮蔽体に軽量化できるポロンコーパラフィン層状態を採用するとしていた。最終報告書は1957年にまとめられたが実現可能であるとしつつも心臓費用がかかりすぎる上に技術的課題が多すぎるとして難しいとした。その上で原子力発電に取り組む方が現実的であると結論された。 この R100 計画は、厳重な機密のもとで開発が行われていたかのような、記述が、鉄道趣味書籍で見受けられることもあるが、実際には、毎日新聞1957年6月3日、長官、ミノル原子力機関車の夢青写真出来上がるに、図面入りで詳細な報道がなされており、機密扱いであったとは言い難い。 ソ連科学アカデミーは1950年代に原子力機関車を計画した。これは既存の鉄道車両よりも巨大な後期車両となる予定であった。ありがとうございます。